台風改正は、葛飾北斎の名称を清え揃いもの、富岳十六景全46図中の一図で赤富士とも呼ばれる。大番西絵、神奈川沖並浦、山下白宇と合わせて三、大役物と呼ばれる。山下白宇と共に富士を大きく、正面から描いた作品で、画面下には樹海、空には岩し雲が描かれ、富士の山頂には設景が残る。 外風とは、死境や和漢老英州に由来し、夏に吹く柔らかな晴れを意味する。本図以前に、野呂海石筆、黄玉フェオミネズなどの赤富士山高齢があり、北斎に影響を与えた可能性が指摘されている。題名や描写に朝を示す情報はない。朝日で赤くなっているのなら、雪も赤くすられるはずである。これらの点から、富士山の茶色い山肌を、 海星の空の下で明るく照らされているのを強調するために赤くし、赤富士という現象が知られるにつれて、赤富士という名称が浸透したという意見もある。本図が海の国側か駿河国側かどちらから描いたかは結論付けられていない。なお、36系に先行する文化13年に刊行した北斎漫画5編に無題ではあるが、 富士を主題とした作品を載せている。ありがとうございます。